どうもこんにちは、神戸学生そこいちの宮田です。我々宮田、今年のテーマはあの世、タイトルは読み花と言います。あの世とこの世の狭間でさらなる高みを目指して進む様を表しています。この軌道とは打って変わって晴れたこの天気の下で、この会場を最高に盛り上げれるよう一生懸命頑張りますので、手拍子心よしよろしくお願いします。直れ。それでは参ります。サバヤイロトンは至高の道。明かりもいつしか散りぬるよ。儚しが心薄きを賑やか。長き旅路の終わりが始まる。ならず者たち、続いて踊り。読み花。